とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も実績解除を狙っていきたいと思います。今日狙う実績が、ここですね。クリーパーの森、ここを敵を一体も倒さずにクリアするっていう実績ですね。これが多分難しい。クリーパーの爆発で敵を倒してもおそらくダメなのよ。なので装備これでいきます。まず、武器と弓、これは外します。外して、で、輝くローブのクールダウンさんのポーションバリア、まあ呼んでもいいかなと思うんだけど、まあ一応安全のためにポーションバリアを1個入れとこうかな。で、エリクサーのカバンで、影のブリューを出しながら瞬速のブーツと幽霊マントで猛ダッシュしていく、そういう感じでちょっとやってみようと思います。いけるかな。それでは行きましょうか。まずは敵を自分で倒せないように弓と武器は外します。でもって、あー、これクールダウン4がいいかな。別にあのスピードは求められてないのよね。何分以内にクリアしろとかそういうのはないので、ならばクールダウン5でいくか。いやー厳しいな。でやっぱ影のブリュー使わないと、ダッシュだけでは多分無理だよな。よし、では行きましょう。重力パルス投資ない、やべえあ、まあまあまあ時間はね今回関係ないのでいいでしょう。とにかく途中途中でこの影のブリューを発動させながら行こう。あー、ちょっと待ってね、パーティーには入りませんので招待をしても入りません。お願いしますね。よし、これこっち、いや道違うわ、これこちらは、あ、これ意外と余裕かも。影のブリューを切らさないようにクールダウン5でいけば、なん、やばいやばいやばい、あぶね、クリーパーを倒してもダメだからね。だからクリーパーを爆発させてもダメっつうことだから、そこが結構厳しい。ずっと影化していかないとダメなのよね。なのでちょっと運が絡むとこあるよね。運がよく、ずっとね影のブリューを出し続ければいけるんだ。いや、ここ難しいぞ。オッケーオッケーオッケー。ミスって敵を倒さないようにしないとね。違う、オッケー、危ねえ。よし、オッケー。ミスってこう素振りをしてしまうだけでアウトだから注意しましょう。オッケー、おお、いいね。もうクリア目前だけども、最後の最後は結構クリーパー多めなので注意しましょう。あ、これいけるわ。あと10秒あれば、あ、いや無理か、やばい。ちょっと隠れて隠れて隠れて、違う、 OK、 いける、これいけたっしょ。どうだ、おーし、 OK、 森の中のクリーパーゲット。感謝している。はい、それでは戻ってきました。多分これがね結構最難関かもしれませんね。一度でもクリーパーに見つかって爆発されたらそれでアウトなので、やっぱりずっと影のブリューを使う必要がある。やっぱ装備はこっちだったな。
あの、クリーパー爆発されたらもう終わりなので、もうクールダウン5を入れていくと間違いないですね。エリクサーのカバンも10秒の間に2、3回使えるので、うん、これで間違いなかったです。はい、ということで今日も実績解除できました。残り、19個か18個とか、まあ、そんぐらいだと思います。まあ、全部やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。